ブルーオリジン、ブルーオリジン、ブルーオリジン、LLC は Amazon.com の設立者であるジェフベゾスが設立した航空宇宙企業である将来の有人宇宙飛行を目的とした事業を進めており民間資本で大幅に宇宙旅行を安くしてなおかつ信頼性を高める技術を開発している同社のモットーはラテン語で段階的に積極的にを意味する クレイデイティムフェラーサイターである。ブルーオリジンはロケットを動力とした垂直離着陸機を弾道飛行と軌道周回飛行を目的とした幅広い技術を開発中である。設立当初は純軌道飛行に焦点を置いており、ニューシェパードと呼ばれる宇宙船をテキサス州カルバーソンカントリーの施設で開発していた。当初の計画ではニューシェパードによる 商業弾道飛行は2010年にも週に1回行われる予定であったが、その後延期が続き、無人飛行は最終的に2015年になり達成された。2009年には NASA の商業乗員輸送開発計画の候補として選出されているが、2011年の最終選考には参加せず、一方で独自に開発を続けた。 2011年のインタビューでベゾスは誰でも宇宙へ行くことを手伝うために同社を設立して、そのために彼は2つの対象に注目した、ブルーオリジンの目的は宇宙への輸送費用を低減し、有人宇宙飛行の安静を高めることにあるとしている。2014年7月時点においてベゾスは彼の資材からすでにブルーオリジンに5億ドル以上投資した。2014年9月、 同社とユナイテッドローンチアライアンスは、ブルーオリジンの大型ロケット用の BE-4 エンジンをアトラス V 後継機の水力級の衛星、打ち上げ用ロケットとして2000年代の維持期に、連邦政府の安全保障関係の積載物の打ち上げに使用するために合意したと発表した。発表には、ブルーオリジンがエンジンを3年前から開発中で、最初の新型ロケットは早くて2019年になる。 定めであることも含まれた。ブルーオリジンの最初の飛行試験機でチャロンと呼ばれ、ロケットではなく垂直にロールスロイスバイパー MK301Z エンジンを備える。低高度用の機体で大気中での誘導と制御技術の試験のために開発され、後のロケットの開発の工程に使用する予定であった。チャロンは2005年3月5日にワシントン州のモーゼスレイクで 飛行源を行っただけだった。その試験では、高度316フィットまで上昇して、発射地点付近に制御されて着陸した。次に、PM1 としても知られる、ゴダードを製造して2006年11月13日に初飛行した。飛行は成功したが2回目の打ち上げは12月1日に予定されていたが打ち上げられなかった。ニューシェパードは、 弾道飛行用のシステムである。ニューシェパードのシステムは2機で構成される。1機は3人、またはそれ以上の宇宙飛行士を運ぶ乗員カプセルと、それを打ち上げる、ロケット動力水モジュールである。2機は共に発射して飛行中に分離される設定である。分離後推進モジュールは地球に、自動的に、ロケット動力で着陸する。乗員カプセルは分離されて軌道に投入され、 パラシュートで降下して、軟着陸する。両方の機体は回収されて、再使用される。ニューシェパードは内蔵された搭載コンピュータで制御される予定でや、さらに宇宙飛行士が飛行するために研究者たちに、弾道飛行中の実験の頻繁な機会を提供する。2006年、ブルーオリジンは、ニューシェパードの試作機を製作した。地上からの支援を受けずに搭載したコンピュータで、 自律的に運用できる。3X3 で、軽9機のエンジンを束ねている。2006年11月3日に初飛行した。2007年11月19日、チャーリー・ローズのテレビ番組のインタビューでベゾスは2機目の試験機の製造と3機目の機体は、商業飛行開始前に製造すると報告した。 連邦航空局のオタムは飛行試験の予定として2011年8月24日を提示した。2011年8月24日の西テキサスの試験飛行で通信が途切れて機体の制御ができなくなった。地上の残骸が捜索された。ブルーオリジンは9月2日に失敗の結果を公表した。機体の速度がマッハ高度万千フィートで達して不安定な飛行で、 向かい角が引き金になり、機体の水力のための安全装置が起動したとされる。2012年10月19日、ブルーオリジンは、西テキサスの車上で、押し出し式離脱エンジンに点火して打ち上げき、模擬装置から実物大の弾道飛行乗員カプセルを発射して、車検離脱に成功した。乗員カプセルは、高度2307フィートまで、水力変更で上昇して、 パラシュートで安全2630フィート風下に軟着陸した。2015年4月29日、ニューシェパード10機の初打ち上げが実施された。機体は高度 93.5km、最大速度マッハ3に到達、クルーカプセルの分離並びに回収に成功した。しかしこの打ち上げでは、打ち上げ機の回収には失敗している。 同年11月23日には2回目の打ち上げが実施され、ついに宇宙空間とみなされる高度 100.5km への到達、並びに打ち上げ機の回収を実現した。翌2016年1月には回収した機体の再打ち上げにも成功している。ブルーオリジンは有人宇宙船の開発も発表している。この宇宙船は当初オービタルスペースビヒクル、軌道周回宇宙船。 打ち上げ機は、オービタルローオンチビークルなどと呼ばれており、最主要型一段ブースターは、弾道飛行して、通常の多段式ロケットのように垂直に離陸する。上段分離後、宇宙飛行士を乗せた上段は、飛行を継続して切り離されたブースターは、ニューシェパード推進モユールのように逆噴射しながら、降下する。一段目のブースターは推進剤の補給後再び、 打ち上げられるように信頼性を高め、人々の宇宙への輸送費用を減らすことを目指す。2010年に CC ディル計画により、NASA から支給された資金は、打ち上げ脱出システムと余圧部の開発に用いられた。このカプセル型宇宙船は、アトラス V402 型に搭載され、打ち上げられる想定であ。ブースターロケットは、宇宙飛行士と補給品を輸送するためにブルーオリジンの、 遠征型の宇宙船を軌道に投入する。地球軌道に投入後、宇宙船は地球大気に再突入して、パラシュートで降下して着陸て、再び地球軌道への任務に再利用される。ブルーオリジンは2012年5月に、軌道周回機のシステム要求作読システム、リクワイアマンツレビューを成功裏に完了した。2012年から再使用型ブースターリーザベル。 ブースターシステム用のエンジン試験が開始された。ブルーオリジン BE-3 液体酸素、液体水素、ロケットエンジン用の燃焼室の最大出力試験は、NASA のテニス宇宙センターで2012年10月に実施され、最大水力10万 LBF、約 440KN に到達して成功した。 ブルーオリジンは2016年9月、かねてより開発中だった大型ロケットをニューグレンの名で発表した。ニューグレンは2段式と3段式の構成を持つロケットで直径が7メートル、全長が2段式で約82メートル、3段式では約95メートルにも達する史上最大のロケットであるサターン V にも迫る巨大なものであった。1段目には BE-4 エンジンを7機、2段目には1機、3段目には BE-3 エンジンを1機搭載する。また前日の通り1段目は再使用が計画されている。2010年代の終わりまでに打ち上げることを予定している。ニューアームストロングはブルーオリジンがニューグレンと共に発表したさらに大型のロケットである。2016年現時点では名前以外の情報が ほぼ公開されておらず詳細は不明だが、名称が人類初の月面着陸を果たしたニール・アームストロングに由来していることから、かつ惑星探査を想定したロケットと推測されている。ブルーオリジンは2013年1月にブルーエンジン3または BE-3 エンジンの開発を公表した。BE-3 は新型の液体水素 液体酸素極低温推進剤エンジンで、水力は最大出力時にで出力の加減が可能で、垂直着陸のためにまで出力を下げることができる。初期の燃焼室の試験は同年、NASA のステニス宇宙センターで実施された。2013年末より BE-3 は弾道飛行中の最大出力燃焼試験に成功して、 高下時を想定して出力を下げた状態で長時間燃焼と再始動の試験の段階に入った。NASA は試験のビデオを公開した。2013年12月までにエンジンは160回以上の始動と中100秒2.5時間の運転をテキサス終盤保温近郊のブルーオリジンの試験施設で実証した。BE-3U エンジンは BE-3 をブルーオリジン起動周回機打ち上げ機の上段に使用するための方である。エンジンはエンジンを真空状態での運転に適したノズルを備え再利用するために設計された BE-3 とは異なり使い捨て、使用として製造される。ブルーオリジンはより大型のロケットエンジンの開発を2011年に開始した。そのエンジンはブルーエンジン4。 または、BE-4 で、推進剤は液化メタンと液体酸素の組み合わせに変更された。水力和に設計され当初の予定では、ブルーオリジンの打ち上げ機に使用される予定だった。ブルーオリジンは2014年9月まで、新型エンジンを公表しなかった。2014年末、ブルーオリジンは、ユナイテッドローンチアライアンスと BE-4。 エンジンをアトラス V ロケットの既存のロシア製の RD-180 を換装するために共同開発に合意した。新型ロケットは2機のそれぞれ水力の BE-4 エンジンを1段目に使用する予定である。エンジンの開発計画の開始は3年前に遡る。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。